こんにちは、マニアーヌです。とうとう梅雨の季節がやってきました。エコハウス計画1回目、まずは小ネタから行ってみます。古い雨水タンクを手に入れたので、これを設置します。仕事で廃棄を依頼されたのでもらってきました。設置場所はこちら。元はお風呂を炊く設備があったところです。このブロックを取り除かなければなりません。道具はハンマー、ひたすら人力です。雨水タンクとは、雨どいから水を取り入れ貯めておくものです。最近では地震や異常気象などの自然災害時の断水対策にも注目されているようです。我が家の目的は夏場の畑の水やり、道具を洗ったりなど水道代の節約です。お風呂は別の場所に新しく作っているので、ここはもともと壊す予定のところです。ブロックとモルタルでできているので壊すのが大変です。ブロックを下2段残して雨水タンクを乗せる台にしようと思います。めっちゃ粉飛んでます。周りに家がなくてよかった。最近は防災用でタンクを設置する場合が多いみたいです。災害時に水洗トイレが使えなくなったりした時利用できます。都会で近くに水源がなければ浄水して他にも使うかもしれません。ここは滝や川が近くにあるので、水の心配はあまりしていません。中にブロックを並べてタンクを乗せられるようにします。水平も測っているようです。結構巨大で水が入ったらかなり重そうです。ここが蛇口になります。元の部品なんてありませんから、ホームセンターで適当に揃えます。Thank you.
来るやん。この前ね。はい。ホースをつないでおきました。はい。ネットで調べると、雨どいからの分配器のようなものがあるのですが、4000円もするので小細工中です。管が不安定なので上から針金で吊ってあります。葉っぱなどゴミが入らないようにネットをつけました。本体が倒れたりしないようロープで固定してあります。水がいっぱいになった時排水するため排水管を伸ばして溝に流れるようにしてあります。ここから土の中を通って、はい、出口。いちいちスマートではありませんが、数百円だとこんなもんです。これだと雨どいが細すぎて大雨の時水があふれるかもしれません。その時は元の雨どいをもう一度隣につける予定です。ホースの先ですが、こういうのは水圧がないので役に立ちません。原始的にこんな感じか。じょうろを使うか、じょうろの先のような単純なシャワーをつけるのが良さそうです。